恋愛シミュレーションゲームゲームボーイネット購入。今日はねネット購入ですよ。これです。ドラえもんのね冷蔵庫、いいでしょ。ちょっとね使用してるんでね汚れてますが、買ったのはこちらです。すいません、手洗って手も濡れてますね。どうです、これコンセントと挿すところね、あったかいのと冷たいのとできるんですよ。今日はねこれです、ポケットラブ1310円ですね。これはね CD なしの方ですね。これ結構高いんですよ。いわゆるねときメモみたいな感じ。まあちょっと箱は傷んでるけどね、でも中は綺麗です。このメンバーなのかな、下にいる。あ、ここ汚れてる、ちょっとお待ちください。アルコールティッシュね用意しますんで、綺麗に落ちるかな。あ、落ちますね。なんだろう、説明書は綺麗ですよね。ちょっと汚れついてましたけど、これがね今回のゲームのねヒロインたちですね。高尾瑞希ちゃんがいいかな。みずきちゃんかな。一応ねモノクロで書いてありますけど、ネット、違う、レトロフリークとかだとカラーで表示されます。端子も綺麗ですね。カセットも綺麗ですし結構満足です。一応ねレトロゲーム復活剤、まあ接点復活剤ですよね、塗っときます。クイッとね、全然汚れてないですよね。まあケース付きだったしいいかな。よし、これがねまず1本目です。なんで高いんだろうね。恋愛シミュレーションアドベンチャー登場って、アドベンチャーゲーム要素もあるんだね。次はねこちら、プチプチでね綺麗に梱包していただいて送ってきてくれました。こちらはね CD 付きです。ポケットラブ2ですね。購入価格2111円。結構潰れてるよな。箱はねボロボロいかな、ちょっと噛んだねCD とねソフトが入ってます。でさっきの CD なしって言ってたのはねこのソフトだけのことです。この CD はね未開封ですね、未開封です。でこちらがねソフトですね。これは綺麗ですね、箱もね。あ、でも説明書下よちょっと折れてるか。まあしょうがないですよね、閉めた時に折れたのかな。ね、ヒロインたち可愛いですよね。これもね、レトロフリークでやるとカラーで表示さ、表示さ、あ、噛んだ。
表示されます。なんで噛むんだろうね。カセットも綺麗ですよね。これやったのかな、一回もやってないんじゃないかな。カセットのね、端子も綺麗でした。これがね、なんで高いんでしょうね。よくわからないんですけど、まあそれだけいいゲームってことなんでしょうか、貴重なっていうことなんでしょうか、わからないんですが、まあでもゲームボーイでね、こういう恋愛ゲームが遊べるのはいいかもしれないですね。よし、というわけでね、今回買ったのはこの2本です。それではね、ちょっと起動確認だけ。これがね、ポケットラブの1の方ですね。ポケットラブ、一応ね、こんな感じでね、色付きで表示されます。ここはね、10倍速です。10倍速でもね、こんなに入力が遅いというね。で、まあこうやってね、1週間の予定入れていくっていうゲームですね。まあ何するかこうやって決めてって、かなり頑張るっていうのと、頑張るっていうのかな、その2つを入れていく感じです。まあちょっとめんどくさいって言えばめんどくさいゲームなのかもしれないですけどね。でもこういうシミュレーションゲームが好きな方はね、いかがでしょうか。新学期の始まり、肉まんくん、仲良くしてね。仲良くします。よろしくです、肉まんです。あー、やっぱり人気者なんだね。こっちがね、ポケットラブ2です。こちらもね、ここから10倍速、スラスラっと入れていきます。これは金曜日から始まるみたいでね、2つしか入れられなかったです。バレンタインデー、寂しかったな、去年のバレンタインデーは。だけど今年は彼女が、グフフ、どれどれ、大切なものもらってくれてありがとうって、気持ち、まさかあれ、なんだ、何もらったんだ。みずきちゃん、あ、殴られた。ちょっとね、ド S な彼女です。まあ、というね、こういう形のゲームになります。今日もね、見てくれてありがとうございます。よければね、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、それからね、ツイッターの質問箱なんかね、いろいろ絡んでください。バイバイ。